雨の村雲神社。御祭神雨の村雲の御事。古代人柱の神様も多くの名がありました。スサノオの子供が磯タケルの神であり、別名大谷比古の神といいます。そのまた別名滝祖の神とも言います。そのまた別名伊達の神と言い、漢字は違いますが、伊達の神は伊達の神であり、そのまた別名雨の伊達の御事と言います。そのまた別名雨の村雲の御事と言います。天皇家の三種の神器の一つ、草薙の剣。本当の名前は雨の村雲の剣と言います。日本三景で知られる天の橋立に丹後国一宮この神社があり、元伊勢と言われている。ここに日本一古い家系図があり、天部系図と呼ばれています。その天部系図に雨の村雲の御事が載っています。いっぱい名前が出ましたが、スサノオの子供には間違いないでしょう。